一体どうしてこうなった魔王様リトライ R。ということで今回は、今期放送が始まりました魔王様リトライ R について話していきたいと思います。魔王作は前作魔王様リトライの続編でございまして、前作は2019年放送ですので5年ぶりとなる新作続編という形でございます。これがですね、続編になるにあたって非常に大きな仕様変更がありましてですね、本作主人公の声を担当している津田健さん以外のですね、主要キャストの 方々ほぼ総入れ替えという形でございましてま主人公以外はもう全員違うキャストに変わってるんですよねで制作会社も続編になって変更まあ、制作スタッフの方々ももちろん監督さん含めほぼほぼ総入れ替えという形でございまして本当はもう一期の関わっていたメンバーとは全く違うま人たちがま続編作ってるわけなんですよねで実際見て思ったのはですねま一期の雰囲気はほぼないですねもちろん主人公以外のキャラの声っていうのはたとえメインキャラであったとしても違う 方にに変わっってておりますしキャラクターデザインもも全然違うものになっているとで、そのまとうね、雰囲気やテンポ感っていうのをるっきり違うものになっておりますので、まあ、一期が面白かったなと思って二期に臨んだ身からするとですね、まあ、非常に困惑してしまうような続編だと思いました。どんな感じで違ったのかというと、まず一期の方は、ま、決してクオリティ高くないです。むしろいわゆるな、ま、低予算なろうアニメっていう感じの、まあ、非常に低いクオリティの作家でございまして、逆に、それが、 強みになるような作りにしていたんですよね。いわゆるそこが面白いなと思えるようなアニメーション、かつですね、そこにすっごい独特なテンポ感とシュールなギャグ、キレキレのツッコミだったり、えー、非常にチープな文字演出とか、いろいろなものが重なった結果ですね、非常に笑える、ツッコミながら笑えるようなですね、面白いアニメに仕上げられていたというところでですね、なんともですね、絶妙なバランスで作られていたんですよね。まあですが、この第2期、そこからね、どのように変わったのかというとですね、一気で 面白かったと思えていたポイントっていうのをほぼ全て削いで声優陣の方々もそう入れ替えキャラクターデザインもまるっきり別のものに変えて作画クオリティも低い前作よりむしろ低いんじゃないかぐらいにクオリティが落ちて形になっているというのが本当に言葉選ばずに言うとそういう感じなんですよね本当にいい箇所どうにかして見つけようと思ったんですけれども一気から良くなっていると思えた箇所が一個もなかったんですよねということでちょっとこれは驚きでしたね まそしてこの第1話の内容っていうのが何とも微妙でございまして、えー、まあ5年もね、月日が経っておりますので、一期の振り返りのような形で第1話やっているんですよね。まあですけれども、前半パート、A パートっていうのは、まあ新規でございまして、まあお異世界転生のような形なんですけれども、その転生する前の、その前世のお話っていうのを丸々 A パート使ってやってるんですよね。まあこれが非常にテンポが悪くて、まあ、正直面白いと思えるポイントは今んところないと。ある種、これは伏線になっていて、後々回収される要素だとは思うんですけれども、だとしても、 新作アで、そっから B パートに入っていくと、えー、第1期のですね、第1話の振り返りやっていくんですよね。振り返りなので、全はね、その1期ワンクールのダイジェストのような形でやった方が絶対いいと思うんですけれども、まあ、なぜか1期の1話だけ振り返るんですよね、まあ。その後を全く振り返らないので、結局繋がりがわからないまま終わってしまうというですね、もう謎の振り返りで締められているという ところで非常に掴みとしては悪悪すぎるなと感じてしまいましたで一応アベマで先行第2話まで配信されているんですけれどもまあ、第2話もですね正直振り返りです1期の最終話のもう本当、まあ、重ねているような内容でございますので本当新しいと思えるところは、まあ、あるんですけれどもまあ、ほ,ぼほぼないですねはいまあ、ですので実質3話からが続編になると思われますまあ、ということで今回は今期放送が始まりました魔王様リトライアについて話していきました、まあ、まだね実質2話でまだまだ振り返りやっているようなところで ございますので、まあ、こっからね。本領発揮してくるのかもしれないんですけれどもね。まあ、正直、今のところはまあ、前作の良かったところがほぼなくなってしまって、まあ、クオリティも上がっていないというようなアニメになっているので、まあ、ちょっとね。うんこ、なかなかま評価は難しいのかなと思ってしまいました。え、皆さんの質問コメント欄の方にお願いします。それじゃあまた。